春日部大凧マラソンを終え、噴水を浴びる川内優輝、カメラ、大田寮、写真を拡大来年4月のプロ転向を宣言し、他公務員ランナーの川内優輝、31、イコール埼玉県庁イコールが4日、春日部大凧マラソン、埼玉、のハーフ男子に出場した。ボストン後のバタバタが影響して、1時間5分45秒で全体2番目のタイムでゴール。練習仲間の市民ランナー、牧野さえのぞみイコール DNPL イコールとの一騎打ちに敗れ、友達から、そんなんじゃダメだよ、とガツンとやられた感じ。言い訳せず、練習します、と苦笑いを浮かべた。暑さとの戦いもあった。スタート時は気温18から3度だったが徐々に上がり、強い日差しも加わって体感温度は30度近くまで上昇。暑さで、厳しい部分もあった、とゴール後は噴水で頭から水を浴びて、クーリングダウン、した。5日には豊平川マラソン、北海道、札幌、に出場予定。札幌は20度を下回って雨の予報なので、最高のコンディションかもしれません、とにやり。レース後には100人を超えるファン一人一人と記念撮影に応じ、北海道へと向かった。